皆さんこんにちは、ネイリストリサです。今回はこちらの水彩アートのやり方をやっていきたいと思います。透明感があって夏にぴったりなデザインになってます。それではどうぞ。ではベースを塗った状態から始めていきたいと思います。今日はこちらに乳白色のジェルを用意しました。こちらをまずフレンチに塗っていきたいと思います。薬指は全部塗っていきます。はい、ではライトに入れていきます。では2度塗りしていきます。はい、ではライトに入れていきます。はい、ではこちらにマットのトップジェルで一旦仕上げていきます。メーカーは特に何でも大丈夫です。はい、ではライトに入れていきます。はい、ではこちらを一旦拭き取ります。拭き取るとマットの質感になります。ではこちらの上に水彩の絵の具をつけていきたいと思います。では使うお色はこちらの4色になります。ではこちらにお水を用意します。こちらも水彩用の普通の筆です。こちらで絵の具を溶いていきます。濃い色合いにしたいときは
濃いめに、薄い色合いにするときはちょっと薄めに溶いていきます。私はちょっと薄めに作りたいので水を多めに絵の具を溶いていきます。では乗せていきます。では中指にも紫を置いていきます。絵の具ですが、こうちょっと水たまりみたいな感じに多く出てしまった時は、筆を一旦ペーパーに吸わせて、で筆にこう色を吸わせてあげると色が消えていきます。こうなった時に一旦筆の絵の具をペーパーに含ませてあげて、絵の具を吸い取ってあげるとこう戻ります。ちょっと周りの縁が濃かったら水をつけてあげると薄くなります。では薬指にも描いていきたいと思います。濃い場合はちょっと拭き取ってあげると薄くなります。では次にこちらのラズベリーみたいな可愛いお色をつけていきたいと思います。ちょっと濃かったですね。濃い場合は筆を軽く洗ってペーパーに水を含ませて、筆に色を吸わせて濃い色を取っていきます。色が重なり合うとまた違うもう一色色が生まれてくるので、こちらも作ってあげるとすごく可愛くなります。
はい、では次に黄色の色を入れていきたいと思います。黄色を入れるとちょっと全体が明るくなっていきます。ちょっと黄色で重なる部分を作りながら塗っていきたいと思います。では次に最後の色、ブルーをのせていきます。ではちょっと絵の具をお水で洗って境目をぼやかしていきます。全体のバランスを見ながら色の調節をしていきます。ちょっと足りなかったらここで色を足してあげることもできます。はい、ではこんな感じで仕上げていきたいと思います。ではシルバーのラインを描いていきます。では薬指は全体に縁取っていきます。ではライトに入れていきます。
はい、では仕上げはこちらのノンワイプジェルで仕上げていきたいと思います。はい、ではライトに入れていきます。はい、こんな感じに仕上がりました。色を変えることによってもっといろんなバージョンができると思います。右はピンクと紫がちょっと多めで、今回のは黄色がちょっと多くなりました。なんか雰囲気が全然違う感じになります。こっちの方が可愛らしい感じに仕上がったと思います。これからの季節、涼しい感じで夏にぴったりなデザインだと思います。皆さんもぜひ試してみてください。ネイリストリサでした。この動画が良かったらグッドボタンかチャンネル登録をお願いします。